こんばんは。<coughs> こんばんばは <coughs> 花束ありがとう。結婚してありがとう。紅茶ラブレターお疲れ。なュるまハート。 ありがとう、こんばんは。中村麻衣です。皆さん、お疲れ様です。お疲れ。こんばんは。リップもありがとう。 5月最後です本当皆さんありがとうございました <laughs> 5月もありがとうあ,ありがとう明日から6月ということでありがとうありがとう 6月もよろしくお願いします。確かに半年。半年だけどさ、なんか、年度で考えちゃうから、あんま立ってないように感じる <laughs>。はい。明日はですね、あ,あれです。ツアーです。 <laughs> ありがとうございます徳島来られる方は気をつけて移動してください徳島ラーメン私はなんか徳島ラーメン食べることができなそうなので みんな代わりに食べてください <laughs> 悲しいこんなラーメン好きなんですけどなんかラーメンちょっと食べ食べることはできなそうですありがとうケータリングでケータリングでラーメンはな来たことないからなきっと来ないだろうな でもさ、うどんはさ、来たことがあるから、ワンチャンラーメンも。<laughs> ありがとう。ホ、は、イ、い、ありがとう。ホイありがとう。うん、だって瓦そばも来たことあるからな、まあ。ラーメンって伸びるからね。難しいよね。え、うどんも伸びるのかな よくわからん。うどんも伸びるもんなの。<laughs> <laughs> やっぱりいい、ありがとん <laughs> 麺,も伸びます麺は伸びるのかうどん好きだよでも麺類好きですよ全部 <laughs> あの明日は朝の5時に配信がなかったら。 明日は一個もないので <laughs> あの <laughs> よろしくお願いします <laughs> 朝5時から15分できたらやりたいんですけどもう中村前は起きれない勇敢しかしないので <laughs>、まありがとう <laughs> 夜もできなくてちょっと そうなんですよなんで朝5時にもうなかったらその日はきっとないと思います眠かったら寝ますありがとう。 無理なくね <laughs>。はい。無理はしないようにします。もう中村は。パジャマで移動したいですね。パジャマ <laughs>。パジャマでさ。行ったらさすがに、ちょっとやばいってなるよね。もうパジャマで行きたいな。 うん、道中リラックスしたいからなパジャマ着たいですみんなパジャマで着てくんないかな <laughs> みんなもパジャマで着てくれたらいいんだけどなありがとう。 パジャマドライブパジャマドライブだほんと公演始まっちゃう <laughs> パジャドラほんとにパジャマでバスケになったら <laughs> いやほんとに。 ありがとう。ふうん。送迎なら部屋着で移動できるね。ね。部屋着。まあね。ふうん。ふうん。<laughs> <laughs> ありがとう移動中バスから降りなければ確かにね部屋着とパジャマ違うの違うよパジャマはパジャマで部屋着はスウェットみたいな感じ バス窓際がいいえ圧倒的窓際がいいんだけどうん <laughs> でももう荷物のとこがいい。 荷物入れる下のとこ頑張りましょうありがとう明日に備えてお姉さんに前髪を切ってもらったのでなんか短くなった前髪切ってから お風呂入ったんですよ。そうそしたらなんかより短くなった。 入ったよもうリッスンから帰ってきてすぐ入ったあなんか汗かいてたからペタペタしてショート風にするの好きええー、嬉しい、まあ、ショートはね似合わないと思ってるので自分で。 こうやって入れて <laughs>。髪が短いみたいに。する。これ長いな。こうさ。あっちゃんがやってた、あの前田敦子さんがやってた。前下がりボブみたいなんがいい。可愛いよね。 いいと <laughs> でも私ねなんかそう髪の毛の量がすごく多くて本当になんとに何かこのショールームで見たらそうでもないと思うんですけどなんか扱ってみたら本当にもう量がすごい多いんですよ。でしかも。 硬くて直毛なんで、切ったら多分本当たわしみたいになりそう。あの、ウニみたいな感じ。かなんか、今はこう長いから、重さでこうやって下に降りてるけど、こうやって。なってるけど、短くなれば。でなりそうで、なんか広がって。ッなんでちょっと <laughs>。うん。そうなの。毛がね。なんか。 柔らかくて細い毛の人とかめっちゃうらやましいでもいいなって。 長いのが好きな人いるから、いや、そうなんですよ、もう。ダメ <laughs> ダメですかあのー、でも短いのが好きな人もいるよね。で、あの、短いのが好きだけど、ロングの、ロングでもまあ押しますみたいな人もいるから、あの、ダメですか <laughs> <laughs> まあって言っても多分切る予定はないんですよ今のところうんないですねないんですけどねちょっともう毛じゃなくってほら本体を見てください本体を <laughs> まあねアレンジがいっぱいできるっていうのも、まあ、あるかもしれんけど ありがとう「ショートは諦めました」って本体かわいい <laughs> ありがとう <laughs> いや確かに、ね、でもう諦め諦めましたよねこんだけあの見たいって言ってる人がいてもやらなかったんでそうですよね ありがとう。<laughs> ふーん。まあこのままです。きっとこうて。ありがとうございます。 髪の毛切ったら何で <laughs> でもねまあ確かにねこのだってここら辺の毛はさもういつのの毛って感じの毛ですよねだってもう本当にいろんな念がたまった毛かもしれません一緒に悲しかった時とかも乗り越えてきて私とよく過ごしてる毛だからこの辺の毛は。 そんな念を捨ててしまおうササみたいな <laughs> あるかもしれませんよね何 <laughs> かあったのかなおでこ出しあおでこ出しねちょっとおでこ出ししてさ写真亀子さんとかに撮ってもらったらどんな風に写るんかなちょっと眉毛の心配がすごいわ 年年一いや年一も多分見せてないよそうそうそうなんかさ最後にしたのいつかな多分さアンピーが卒業発表した時なんだよねもうそのイメージが強すぎてさなんかおでこ出したらさアンピーが卒業発表したんですよその公演で <laughs> 本当にもうめちゃもうって感じでそうしかも 全然普段やらないんですよ普段やらないのにその日たまたまおでこ出したんですよなんか気持ちがなんか乗っておでこ出してみようみたいになって <laughs> いやそうですよ。 おでこ出したからじゃないんですけどそのあアンピーが「あマイキューさんおでこ出してる卒業発表しよう」とかじゃないと思うしそうじゃない,ないですけどなんかそのイメージが結びついちゃってて本当におでこ出した日に卒業発表しちゃったっていうもう <laughs> それがなんかもうなんか <laughs> ってなってなんかそのイメージが。 なんかさないあの怒られた日に着た服を大切な日に着ないようにしようとかないですか私割とやってたんですけどなんかバレエやってた時にそのクラシックバレエやってたんですよ昔その時になんかめちゃくちゃゃく怒られた日のレオタードはは本番には着てんかそういうのを自分の中で決めちゃったりするんですよ。 ゲン担ぎって言うんこれって分からんけど <laughs> そうそういうのやっちゃうありがとうなんかそうなんかその日のことと服が関連づいちゃったりするからなんか分かんないけど何枚持ってる <laughs> そのな毎回怒られることはないんで。 あれなんですけどありがとうございます嫌なことあった日のネクタイはしないええー、あるんですかそもそも覚えてないあーまあ覚えてないこともまああるかうんあとはうまくいかなかった日とか 気に,気にめっちゃ気にするわけじゃないんですけどなんか気にしてんのかな <laughs> うんいい方のイメージだけ確かにそれがいいね嫌なことがあった日は好きな曲を聴かないとかしますなんかなんだかなんだかなんかいいね 朝の占い気にしそうまずは朝起きて占いを見ることができないんですよ。<laughs> あの朝弱いんで <laughs> あ,あれですよ私占いとかあんまりあのそこまでなんか信じないって思ってるわけじゃないんですけどほーんそうなのやーって思うぐらいにしてますなんかよくあるじゃないですかあのしいたけ占いとかさでもあんまりなんか信じすぎちゃったらそうなった時に なんかあ占いがこうだんまか占いってそもそもあれなんか助言助言っていうかそう,そうならないようにするための助言みたいな感じらしいんでもともとの占いの使い方は。 観光みたいな,なんか「あなたはこうですよ」って言われたらそうならないようにするとかその悪いことだったらね。<laughs> チャクラえちょっとチャクラは言ってないんですけど。 フ <laughs> フランフランの店員さん <laughs> そうだよ私フランフランの店員さんが向いてるって言われたことあるどんな占いやって感じなんですけど <laughs> フランフフフフフフフなんか <laughs> 私に合う職業 <laughs> 結構そうピンポイントなんですよ うん、裏側行った時に言われました <laughs> あみんなマイキーを思い出すフランフランでね そうなのなんかいろいろと厳しい意見を言われました占いでもなんか私占いでいい意見言われたことあんまないんだよね基本3回ぐらいしか行ったことないけど <laughs> 3回行ったでも何かそのまとめて3回行ったとかじゃなくて人生で3回行ったことあるぐらいなんでそうそうそう。 でもなんかいつも仕事運を占ってもらいに <laughs> そうなんか占いに行ったら「何占いますか?」みたいなの言われるんですよ。で「これでこれで」とかって言って占ってもらうんですけどいつも仕事を聞いてそう一番最後に行った時の占いは健康も聞いたそしたらなんか骨が危ないからみたいな骨がなんかあるからしっかり 運動しときましょうみたいな言われました <laughs> なんか骨が折れるかもしれないからそうあとは元気らしい <laughs> 頭にやっとくね カルシウムうちめっちゃヨーグルト食べてるよヨーグルト大好き牛乳も大好き何やななんか牛乳って大人になったら飲む機会減りませんなんか小学校、中学校の時は給食で出てたから飲んでたけど 大人になって飲む機会が一気に減る気がするいや私だけかな <laughs> だからそうちゃんと取るようにしてるよ人によるかもしれないけど。 白米と牛乳きついええー、リゾット口の中で <laughs> ミルクの <laughs> 調理するからやだ。<laughs> パンだとあ確かにパンだったらいいね。そんな私は今これなんだっけポカリポカリ飲んでる。る <laughs> 珍しいポカリあのレッスンの時とかにさ飲み物持ってくんですけど残ったらあの今の時間とかに飲む <laughs> ポカリ <laughs> さあなんかポカリ昔苦味すごい感じてたんですけど大人になったら苦味を感じない。 これ、グレープフルーツ味だよね。うまい。<laughs> ロシーとハンハンオロポでしょサカツをするには必須なあの今のオロポじゃないのそうそうオロナミンシーとポカリスエットでオロポそう混ぜるの。 オキポみたい。オキポ確かに <laughs>。オロポ <laughs>。オロポっていう飲み物があるの <laughs>。自分で作るんだけど <laughs>。私、サウナ入らないんですけどね、そんな。サウナ歴少ない。 ありがとう二24時までするするよ何時今31分じゃんショールームしてたらねマジ時間のねあの流れ流れが早いっていうか時間経つのがすごい速くてびっくりですあっという間に時間が。 くっくりえっそっか明日早いからってえー、だってでも今やめたって眠れないでもみんなも早いどうどう <laughs> みんなえ明日土曜日じゃんなんてことかしら バスで寝るうん。あのあれ持ってくブランケット。 何してるのマジでマイキューのトークショーを期待してるって私がトークショーなんかしたらもうやばいだろうななんか全然トークできない <laughs> 本当になんか地獄のトークショーになりそう <laughs> 絶対にやりたくない本当に気まずい時間が流れそうだからあっあ,、はい、あ気まずいですねえー 放送事故いや配信はもうゼロ誰かいないと厳しい一人で喋るのって結構むずくない クエスチョンしてくれるならね。ソロ公演の夢が私がもしソロ公演やるって言ったら MC はあのもうゼロっていうか最後だけであの20曲ぐらいぶっ飛ばして最後に「えー、中村麻衣ですありがとうございました!」。 で終わりますはいあのもうぶっ通しでやってみようと思います。<laughs> いやちょっとねーそう曲をねいっぱいやって。 休憩なし <laughs> <laughs> PR 舞台のクリスマスライブいや PR 舞台のクリスマスライブもそうぶっ通しでやってましたね MC なしで休憩 休憩がてら確かにねでもなんかソロってなると MC もソロなのかうんうんうん 着替えがえ、確かに <laughs> あの全部着といて <laughs> 曲中にどんどん脱いていくわなんか最初は着膨れしてモこコモコんかいつもよりあのなんかちょっとあれあなんかあれモコモコしてるな <laughs> 最後にはあの、スリムになるっていうそんな フフフフ。<感> <laughs> <laughs> まあ、私やりたいことがあってなんか STU の衣装ではないんですけどなんかこうさブワてやったらとさ一気にブワって衣装が変わるみたいなさそういうのあるじゃないですかああいうのを一回やってみたいのとなんか衣装がさこうちょっとなんかパってやったらブワッてだからもうあれまあさっきとは全然違う衣装になりましたそう一瞬で変わるやつあれをやってみたい。 ああいいうの一回やってみたい人生で <laughs> あとはもう一個やりたいのがあってあのあれですあの歌ってて、歌って!」って言ってみんなが歌うやつ <laughs> あれもいつかなんかのライブとかでやりたい <laughs>「歌って!」みんなが歌詞を覚えてないと できんけど。そう、ココアさんやってた、でもさ、ココアさんのそう、ジワルデイズを。みんなにね、歌ってってやってたんですけど、なんかみんなが歌う。のが、もうすごい、なんか歌詞が、もう本当刺さって。いや、匂わせ <laughs>、匂わせせん、ココアさん匂わせとったよ、なんかあの。 X でね、あのー、縦読みでジュワル・デイズってなっ,とってて、その前日ぐらいにみんな歌えるみたいな感じでもうボスしてて、なんか匂わせてたんですよ。 君の瞳から涙が溢れたら世界のどこにいたとしても僕が全力で駆けつけてあげるだから心配しなくたっていいんだよなんかみんながこれを歌ってるのがもうグッときました <laughs>。 もう歌ってってやつやつってみたい歌って,ーってみんな歌えなくって歌わんのかーいってなるかもしれんでもやってみたいいつか <laughs> でもみんな多分 ST48 のライブにいっぱい来てくれてる人は瀬戸内の声とかは鍛えられてると思う瀬戸内の声なんかね一回ね歌詞カード配って瀬戸内の声みんなで歌ってたことがあるんだけど 結構前だねやってましたメンバーで歌詞カード書いてそうそう何の曲がいいかな「夢力」とかどうみんな「夢力」とか歌詞見ずに歌えるもんですかペダルとかは難しいかな 歌えるヘタレたちよいいねでもみんなあれだよ振りもしないといけないから振りしながらこう「あーああ」ってもう全部 <laughs> 歌いながらこれもしながらやらないといけないよ忙しいことになるよヘタレやってたら。本当に 餃子の歌は無理です <laughs> このタイミングで無理して言わなきゃ怪我しなかった <laughs> みんな歌って <laughs> 誰かがいつか好きだったいってめっちゃむずい <laughs> みんな戸惑い絶対むずい<笑><笑> でもそうこれはライブでやってみたい <laughs> 歌ってーって <laughs> いいわせね まいちゃん歌詞忘れたらしそうなんかそれちょっと都合よくやってるみたいな菜 <laughs> の花とかはうん <laughs> 本当にありがとうございます みんなさああれなの ?STU の曲歌うのどうなのカラオケとか行くカラオケ行かなくても家で歌ったりするのなんかさ聴くのと歌うのでは違うじゃんかカラオケ行くカラオケで歌う あ車でね。 みんななんか結構歌ってる歌ってくれてる人いる嬉しいカラオケはコールの練習をするところえなんかどっちかというとコールの練習をしないと <laughs> たまにライブでさ3連ミックスをする時にさ、まあ、みんなの顔を見ながらさ私も一緒に言うんだけどさ「ヘタレタチヨ」の時とかさ感想でさミックス打ってる時さ前にいるから私みんなの顔がよく見えるのだから「トラヒジゾセイ!」とかって言いながらみんなと一緒に打つんだけど本当に。 まあ、地蔵の人とかはって感じで、まあ、見てるからその地蔵の人とかに「トラヒー地蔵セイ!」<laughs> っていう勝負であの言ってる人と一緒に言うこともあるんですけど地蔵の人もいたら地蔵の人にもうすごいもう。 顔でいっぱい言うんですけどあのだいたい負けますなんか <laughs> じっくり見られる爆 <laughs> 裂いやなんかもうじっくりそのコールしてるとこを見られて終わりますやめてあげて <laughs> えやいや嫌かなちょっと演 <laughs> 奏 えありがとう <laughs> 私も本気で言ってるから <laughs> 何言ってんだろうってなってるのかな <laughs> でも本当に 声がもう本当にもうめちゃくちゃ大きいもうデカボイスの人 <laughs> はもう絶対に負けたくないみたいいなな気持ちになる <laughs> いやなんかねすごいねめっちゃ聞こえるんですよコールとかって。 <laughs> 勝負してるのであのはい私が前に来たら勝負しましょう <laughs> まあねコールはね まあ自由ですからね、打つも打たないも。<laughs> 本当にありがとうございます。ただね、私はね、言うのが好きだから言ってます。そう、だから。<laughs> あ,あ。声がめちゃめちゃ。大きい人とは。すごい。張り合います。<laughs> え、自由よ、もうコールは自由。でも、結構みんなね、たくさん言ってくれるの。 ミックスじゃなくてもね名前を呼んでもらえるだけでもめちゃくちゃ嬉しいほんとにめっちゃ元気になるんよすごく <laughs> ありがとう。 ファイブオーワイパー入れられるところを探すのが趣味もう ST、U、の曲ないよねファイブオーワイパー入れる入れるとこなくない一緒にフリしてくれてるのはつられないか うん、でもすごいじゃんってなってるそんなに覚えてんのすごいじゃんえいるよ結構夢力とか特にいるかもうんなんか手とか軽くやってくれてる人とか。 空気雲確かにくるくる,くる,くるね箱こうやってやってくれてる人とかいるでもなんか嬉しいですあのなんだろう一緒に乗ってくれてるなって思うと嬉しい。 モデモのサビやっちゃうねなんかさなんかフェスでねお決まりのお決まりでフェス出た名前その時に「あのー、テモデモ」やったんですけどもうテモデモってもう本当にみんな知ってる曲じゃないですかでも「あのテモデモ」のイントロが流れたらみんなうわーってなるんですよ「わーテモデモが来たー!」みたいな。でそしたらもうみんなもう大興奮しててなんかその会場で。でそしたたらサビになった瞬間ここうこう,いう こういうね振りなんですけどみんながみんなねステップを踏んでこうやってねやり始めて本当にもう客席の方が手もでもしててもうほんに <laughs> もうびっくりしたんですよなんかあのしかもフェスとかだったら立ちだから立ちでみんなが手もでもやってて見たことない光景で映像、えー、客席みんな手もでもやってて。 <laughs> えそう覚えてるその光景みんな振りコピーしてたでもでもってやっぱりでもあれですよみんなが本当に知ってる曲 ありがとう、声優。<laughs> ね、すごいよね。こんなに会いたくても、こんなに好きでも。そ <laughs> れでもやっちゃう <laughs>。嬉しいでも、なんか、振りコピーは。

おクチクチクチ緑に緑に緑に早く早く早くあの瞬間でどん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 会場が緑になってくの見るんじゃない <laughs> お怒られた <laughs> いやそうだんだん緑になってくもうイントロが終わる頃にはもう緑になってるみんな早いから。 ここ瀬戸内の声、うんうんうん、なんか STU のペンライト変わる曲は「瀬戸内の声」と「ヘタレたちよ」うん「菜の花」も黄色なんですけどどうだろうあんまり披露する機会がないので今回披露したことはやってるんですけどそう普段のライブであんまり披露することはそこまでないのであんまり多分「めっちゃ浸透してるか」って言われたら。 うーんって感じだと思うんですけどそう菜の花は黄色です小豆島は小豆島はまだ何回しかしかやってないんですけどオリーブ色とレモン色に揃えてるから <laughs>、うん、そう座席によって変わりそう。 オリーブって <laughs> もうもうオリーブを意識しているオリーブは緑だよでレモンが黄色。 自主的にそうなんか自主的にみんながやってくれてもう本当に大好きですなんかそういうみんながなんか息を合わせてなんかやってくれるところもうめっちゃ好き <laughs> ありがとう <laughs> なんか自分たちもしてくださいとか言ってないのにそうしてくれてなんか嬉しかった なんかみんな打ち合わせてんのって思うぐらいそうやってくれたりする嬉しいありがとうございますえちょっと お休みと言われましたが、五十六分が。あと四分で。五月が終わります。あばよ五月。<laughs> こんにちは、六月。 6月よろしくそう生誕祭もあるよ6月は6級の日なんで <laughs> そう緊張ですおやすみおやすみなさーい えやばいいか、男女読んだ方がいい、ね、ごめんコロコロして <laughs> えっときなぺこさんぽんたさんはやりんごさんアルフォートさんシーサーさんゆずきちさんうーんとちょっと待ってねいなっちさんもとまちさんふくちゃんまるさんくまねパぱさんターキューさん東京のすわんさん1位はドルル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 ル おさんとサムでしたでじゃあごめんかんだおっさんとサムさんでしたごめんなさい噛みましたすみませんあのドラムロールに気を取られましたありがとうございましたおやすみなさいおやすみなさい明日は土曜日です 今日は花の金曜日でした。また明日。明日も。頑張りましょう。<laughs> おやすみ。おやすみ。また明日。 5月もありがとう6月もよろしく、ねええ、梅雨が来るよ徳島で徳島でまたねまた明日お疲れ様でした